済美高校伝説の OB 参戦スペシャル。ティモンディのベースボール TV。 はい、ということで今日は、千葉県が船橋市民野球場に来ております。いやー、どうでしょう高岸、こんな場所借りていただいてよ。そうだよ、僕らだけのためにね。ほんとよ、まあ、今まで何回もロケでお世話になってるけど、そうね、ほんと心優しき支配人だ、ありがとう。そっちの方向にいるかどうかは分かりませんけどもやっぱ天然芝っていいね。うん、気持ちいいね。もう疼いてくるね。やっぱここまで来ないと天然なかなかないからね。うん、天もなんなら俺今日気合い入れて自分で引いちゃったからね。上手だねさすが。今回なぜこんな風に我々気合い入ってるかというと、ビッグゲストが来ております、うん、今もすでに圧を感じてますそうね、陽気をこうひしひしと感じておりますが、ということで今回のゲスト、来ていただきましょう。お願いします。おお、お願いします。お願いします。お願いします。ということで我々の、先輩でもあり、ヤクルト元プロ野球選手でもある鵜久森敦史さんに来ていただきました。ありがとうございます。いや、これは本当嬉しいね、高岸ね。いや、僕らが済美を目指したきっかけになったスターだから。そうね、うん、本当鵜久森さんがいなかったら僕ら出会えてなかったんですよ、正直。そう、バンビって聞いてたけど、いや、カリブーじゃないそうねでかい。おい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 、すごい当時我々同じ監督さん、上皇監督に教えていただいたんですけど、うん、まあ、そのいろいろね話もあるんで、うん、そこでお話を聞いていきたいなと思うんですけども、鵜久森敦史さんの軽く説明をしますと、愛媛県松山市出身の済美高校野球部1期生でございます。で、2004年の春の選抜では優勝、夏の全国甲子園大会では準優勝と、これいずれもチーム初出場だったのにもかかわらず、うん、これ4番でねレフトで打たれてて、こうチームを牽引して、春の選抜ではホームラン2本、夏の全国選手権では3本のホームランを打つという記録が、これすごくない高岸？凄まじいよ。いや、もうみんなどこのこう野球ファンに聞いても、鵜久森さんのホームラン脳裏から離れない。そうね、毎日夢に出てくるって言ってた人がいるかいないかまあいるんだよ本当に、2004年日本ハムファイターズに入団し、2015年ヤクルトスワローズに移籍して、2018年に現役引退をしております。ということで、これから、まあ、対戦含めちょっとトークの方で鵜久森さんの話聞いていきたいと思います。オーケーです。はい、ということで今から鵜久森さんにいろんなことを聞いていきたいなと思うんですけども、高岸さん、うん、俺ら鵜久森さんのまず逸話というか伝説というかさ、うん、中学生までホームラン打ったことないゼロ本って聞いたじゃん、うん、そういうのってあれ本当なんですか？ですこれはいつからホームランっていうのを打てるようになったの？ホームラン打ったの高校1年生ですかね。ただ4本ぐらいだったと思います。これなんで急にあんだけ打てるように？いや、それはやっぱり当時のね上皇監督が急に打てるようになった瞬間みたいなのあるんですか？あ、それこそロングティーかなりやりましたからね。それで飛ばすコツっていうのを覚えました。でバットの使い方っていうか、このバットの重みを使いながらこうやったら運んだらいいんだとかっていうのを感覚をつかんで。高岸もしかしたらあの道具使って打ってたのかもしれないね。鉄バット。あ、うん、ああいう鉄バットのゴルフボールで打つみたいなのやってました、ね、あ、やってましたよ。終わらないんですよね、ゴルフボール小さいからもうずーっとひたすら監督が投げるんで、監督だけには投げてほしくなかったカゴにめちゃくちゃ入りますもんね。そうなんですよ、あれ見た瞬間ないでもなんか当時の話聞くとすごい鵜久森さんが監督面倒見てた感じの話聞くよね。もう一番練習してたよっていうのはもうどの台にも語り継がれてる。そうなんですよ、ましたねっていう中で、1年目済美総武してから1回戦負けだったじゃん、うん、で2年生の時も1回戦負けだった。その後のあの甲子園の活躍、選抜優勝、夏は準優勝っていう中で、僕らじゃ考えられないようなちょっと逸話みたいなのあるんじゃないかなと思うんですけど。オーケーです。そう
ですね、もうキリがないんですけど、いっぱいありすぎて、まあ、ただあのめちゃくちゃ厳しかった練習はやっぱエルゴメーター、あ、我々もやりました。これはあの世代の後輩たち、まあ、全国の高校野球の方に申し訳なかったなと思いますよ。だからそれが全国に回っちゃって、みんな大変な思いをしたっていうのが僕のところに来るんですよ。それで結果出しちゃったもんだから。そうなんですよ。あれやっぱ全身鍛えれるんで、足も鍛えれますし、そうですね、はい、だから時間も短縮できるっていうところで、よく上皇さんが鬼のようにやらせてます。やらしてましたね。めちゃくちゃきつかったよね。すごいわ。あの精神と時の部屋ですよね。そうね、俺ら。あの本当はあの20キロを2時間かかるところを4分半でそれと同じ負荷がかかる。で中でなんかエルゴメーター室みたいな。ああ。でしたよね。思い出したくないですね。今もう時効なんで言えますけど、市内に乗ってましたもん。今グラウンドに資材持ってる人多分いないからね。そうですよね、ちょっとやばいですよね。まあどう使うかはご想像にお任せしますけれど、はいはい、資材を持っていたと、はい、ということで、その春優勝夏準優勝でしたけども、僕らからしたらすごい活躍を見たんで再び目指したっていうのもあるんですけど、1年生2年生の時に1回戦負けの上で最後の夏だったじゃないですか。これどういうモチベーションだったんですか。まあ、1年生の時はもちろんやっぱ1年生と3年生が戦ってるんで、全然やっぱ力の差ってありますよね。そう、ただ2年目ってやっぱある程度やってきたんで、みんな自信持ってやって、そこでコールド負けだったんですよ、1回戦で。なるほど。まあ、ただ3年生になった時はやっぱその分僕ら頑張ってたんで、その分が一気に取って出たのかなと思いますけど。ああ、じゃあ意外と自信はあったんですか。いや、もうあの練習で自信つかないわけない。自分高岸なんか気になることある？いやもちろん練習量とかもいろいろ、うぐもりネットができたまでの話とか、うん、私の。あげてです。奥に工場があるんですよね。で工場の窓ガラスが割ってたんで、それで修理しないといけないんですか。だからそれでネットを作ったっていうのを聞いたことありますけど。で、あれコツのなんか120ぐらい飛ばさないとね。だからあれってでも現役の頃、高校生の頃にももうついたんですよね。そうですね、ついてましたかね。はい。でこれ僕聞いた話なんですけど、監督から1期生の時から比べると、僕らの、まあ、7期生の時って設備が結構整ってたんですよ。うん。ただ1期生の時に絶対これ欲しいってお願いしたのが、高校にウェイトルーム作ってほしい。はい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 。でウェイトルームがあったんですけど、はい、なかなかウェイトもされてたんですか。いや、思い出したくないですね。もちろんお二方はやってたから分かると思うんですけど、めちゃくちゃハードな練習した後にハードなウェイトトレーニングするわけです。そうそう、ね、いつ休むんだ体。そうそう、体が大きくなる暇がないっていうか、痛めつける時間しかないって感じでしたよね、体の。逸話で聞いたことあるのが、ホームラン打った次の打席にフェンス直撃で終わった、でホームラン入んないのはお前の行いだって言って怒られたって。あ、それ言われたかもしんない。本当なんだ。まあよく試合で負けると至近距離ノックが良かった。いや、僕らありましたけど、でも1期生の方々もってどれぐらいの距離でやられるんだろう。まあ、ホームベースの、まあ、キャッチャーのところに、立って、で監督はマウンドの前ぐらいから打球ですね。いや本当早いっすもんね。ちょっとこれ流せるか分かんないですけど。いやでもそれも本当に早いのが反応して取れるようになってくるんですよね、だんだん。そうなんですよ、不思議なもので。すごいんですよ。だからもう最後の1球までっていうところで、それが終わったら次取れなかったら、あのペッパーっていうのを手で投げて、監督がこうずっと僕らダイビングしてるんですけど、もうそれで酸欠に何回もなった。高岸もなかなかお世話になったね。もう全部が土で汚れるまで終わんないっていう、ね、途中ホースで水かけてくるんです。ちょっとレベルアップしてる。あげてです。ちなみにあの一番印象に残ってる試合とかシーンってあります？僕の中で2つあって、はい、やっぱ優勝した瞬間と最後負けた瞬間。あ、これは春と夏。春と夏で初めて1回戦負け1回戦負け続いて、それで春の選抜優勝ってどういう気持ちになるんだろうと思うんですけど。
まあ、監督がよく言ってたのが、こう逆転できるチームじゃないと上位には絶対いけない、甲子園では勝てないって言われてなかった。そうですね、うん、僕らもねよく言われてたよね。だからこそこう練習量で補って、うん、精神のタフさを言われてました。それで言って、まあ、夏っていうところ最後負けたわけじゃないですか。もうあの時はもうあれ一生言われますからねそんな言われてたんです。毎年あの甲子園、まあ、今年はあれですけど、はい、毎年こう映像が流れるじゃないですか。で、僕が毎年ショートフライ打ってるんですよ、最後ですね。で、毎年連絡誰かから来るんですよいい思いもさせてもらいましたし、でもやっぱ負けたっていうところもあって、すごい印象に残ってるっていうところ。まあ、あの高校時代でいうと、我々が見てめちゃくちゃあの印象に残ってるのは、まあ、済美対東北の、まあ、ダルビッシュさんと戦ったじゃないですか。で、最後真壁さんとか試合してましたけど、ダルビッシュさんと対戦するときってまずあの対策みたいなのをしたんですか、当時の済美高校は。まあ、当時の監督がよく、なんていうか、マシンとか速くしたがるっていうか、150、160ぐらいのマシンでどんどん出すっていう、その対策したぐらいかなっていう対戦で東北戦ってどうでした？ダルは神宮大会でやってるんですよ、うんうんうん、で、その時はたまたま僕らがコールド勝ちしたんですよ。で、春の選抜の時は真壁。そうですね。だからまあ両方いいピッチャーいるじゃないですか。だからまあそこは結構奇跡でしたよね、あそこは。はい、でしかもあのダルビッシュさんを超えるホームランとか、ね、ああそうだね。あの試合なかなか劇的だったんですけど、印象に残ってる試合のじゃないですか。あ、かなり印象に残ってますね。まあ最後打ったのが高橋っていう、はい、当時選手でしたけど、僕ネクストだったので、あの放物線今でもやっぱ覚えてますもん最後サヨナラ勝ちした、あれをこう実習室でみんな集められてあのビデオ見てました先生がこれを見なさいって教育ビデオみたいなね。あの甲子園で、まあ、春2本夏3本って1年間のうち打たれたじゃないですか。あれってどういう気持ちで打席立たれてたんですか？まあ、当時はもちろん優勝したいっていうのと、やっぱり僕の中でもやっぱプロ野球になりたい、選手になりたい、活躍したいっていう思いがあったので、ここでやっぱりこう活躍しないと絶対こう目引かれないと思ってます。だから両方ありました。はい、ってことはやっぱり高校入学するときから、まあ、プロを見据えて練習されてた。そうですね、まあ監督からも言われましたけど、お前はなんかプロ野球選手の素材じゃねえって直接そんなこと言われるんですね。まあ僕はそういうのが悔しくて、見返してやりたいっていう思いで。おやでです。今だから言える高校時代のエピソードとかって誰もが分かってると思うんですけど、やっぱり監督が鬼だったってもうそこに尽きると思います、まあ、いわゆる上皇スマイルっていうのが有名じゃないですか。そうですね、まあ時効だから言えますけど、やっぱりあれ甲子園だけですもんね地方大会では全然ですもんね、はい、あのもちろん厳しいですし、はい、あれ笑ってるんですけど目は笑ってないんですまあ技術は最後だと、体力と心を鍛えなさいっていうことはよく言われてたと思うけど、いやこれでも高岸いまだに大事にしてる言葉かもしれない。審議会ではなく再審議。あ、久々に聞いた僕らでいうとこの上皇野球100か条を覚えてるのは、3歩以上はダッシュ。100メーター先の見つけたらそこまで行って挨拶するあ、それでも高校時代学校の中でもそうだったね、だからね、うん、そうね、あの挨拶返事ができればベスト4確実に行けるっていう教え言われました。それ言われたかも。これだからもう最初入学した時に返事の練習みたいなのしたんですけど、鵜久森さんは返事の練習とかされたりしました？当時しましたね。大高校でその挨拶とか返事って全力でやるじゃないですか。はいはいはい、ああいうのって一期生の方々も何言ってるのかって聞き取れてたりとかしました当時？いや、あんまり聞き取れてないじゃあ高岸ちょっとじゃあ一期生の本当、まあ、僕らで言うとこの大先輩だけどさ、うん、まあ、我々がやってた時の、まあ、おはようございます、今日もよろしくお願いします、ちょっと言ってもらっていい？はい、おいでーす音量すごいですけど、対戦してすごかったベストピッチャー、まあ、まあ、強いて3人挙げるんだとしたらどんなピッチャーが？ベスト3、やっぱ僕は
ぱ負けられないですよね、はい、今日高岸の意気込みは今日は鵜久森さんの成長のためにベストを尽くします